サラーフ・ディーン、サラディン、サラーフ・ア、イコール・ディーン、クルド語、サラーハディーン・エユービー、1137年、または1138年から1193年3月4日、は、エジプト、アイユーブ朝の子祖。現イラク北部のティクリート出身で、アルメニアのクルド一族の出自である。本名を、ユースフ、ブン・アイユーブ、アイユーブの息子ユースフのい、ユスフは、 ヨセフのアイユーブはヨブのアラビア語形。サランフッティーンとは宗教、信仰の救いを意味するラカブである。同時代の十字軍側のラテン語資料などではサラハデネス、サラハディヌス、またはサラディネス、サラディヌなどと称し、これを受けて欧米では慣習的にサラディンと呼ばれる。ヒジュラ歴532年。 西暦では1137年、または1138年、イラク北部の町、ティクリート、タクリートに生まれ、ユースフと名付けられた。他に4人の兄弟がいたが、ユースフが何番目の子であったかは不明であり、母親についての情報も、ほとんど残されていない。父のナジムッティーニアイユーブは、セルジューク長地下ティクリートのクルド人大官であったが、 ユースフが生まれて間もない1138年頃、兄弟のアサドゥッティン・シール・クーフが、キリス教徒の管理を誤って殺害したため、一家諸トモテクリート追放の浮き目にあった。アイユーブはかつて、ザンギー長の創始者、ザンギーが、バグダードでの戦に敗れ、モースルへ逃れる際に手助けたことがあり、アイユーブとシール・クーフの兄弟はその時の恩義から、ザンギーの軍団長に迎えられ、さらには、 バールベックに領地を与えられた。そのため、ユースフは少年時代をここで送ることになった。バールベックは穀物や果物を産する豊かな町で、後に晩年のサラディンに使え電気、サラディン電を表したイブンシャッタードは、想像も込めて、ここで性格の良さが育まれたと述べている。1146年にザンギーが手下のマムルーク、奴隷兵に暗殺されると、 ダマスクス総督でブーリー・朝のアタベク・ムイ・ヌッティーン、ウナルは軍を派遣して、アイユーブの守護するバールベックを包み攻撃した。アイユーブはこれをよく耐えて、最後は、バールベックを明け渡す代わりに、幾ばくかの保証金の支払いとダマスクス近郊の、損落のいくつかを交渉によって要求しこれの、獲得に成功した。これによりアイユーブは、名目上セルジューク系侵入し、 ユースフはじめその家族は、父と共に、ダマスクスへ移住することとなった。この時ユースフは8歳ほどであり、エジプトで権力を確立する30代前半までを、ダマスクスで過ごすことになる。1152年、成人とみなされる数え年15歳に達した、ユースフ、イカサラリンは、ダマスクスの父の元を立ち、ザンギーの息子で、ザンギー町の西半分を相続し、 シリアに勢力を持つアレッポの君主ヌールデティーン、マフムードのもとに施行した。ここでヌールデティーンの重心となっていたおじのシールクーフに仕えたが、彼の取りなしによって、主君、ヌールデティーンからこの年齢でイクターを授与された。1154年にヌールデティーンは、ダマスクスをはじめシリア内陸部の主要都市をほぼすべて、手中にした。このダマスクス会場には、 エルサレム王国に救援要請を行った、ブーリー家に不満を持つムスリム民たちにはして、これを断崖する、ヌールッティーン側の巧みな宣伝工作と、ダマスクスに残っていたナジュムッティンアイユーブと、ヌールッティーン側にいた弟シールクーフが連携して、内容ていたことが大きいと言われている。このダマスクス会場での功績によってアイユーブは、ヌールッティーンに仕えることとなり、さらに、 ダマスクスの統治権を安堵された。サラディンは、弱年ではあったが、これに伴いダマスクスの軍務長官、シフナ職と財務官長、D1 の監督職を任された。数日で財務長官、サーヒブ・ t ィワーンのアブー・サーリムと確執が生じ、早々にこれを辞職したが、ヌール・ティーンはサラディンに味方して、アブー・サーリムを叱責するなど、 主君ヌールッティーンやおじシール空腹からの愛子は大変に厚かったようである。以後もヌールッティーンの側近として青年期を通じ常に主君の戦闘や行政に禁じしていた。青少年時代のサラディンは主君やおじに故障、同伴して各地を転戦したが、余下には主君や同僚たちとポロ、クラヤ学問に興じ、特にポロには優れた技量を発揮したという。また、 若い頃から自由にたけ、特に1164年以降のエジプト遠征では、オジシールクーフがサラディンに相談したり、彼の意見を聞いたりしない限り、何事も採決しなかったとされるほど徴用された。1160年代に行われたヌールティーンのエジプト遠征は、都合3回行われている。シールクーフはじめアイユーブ化粧園の武将が何人も参加しており、 サラディンもこれらの遠征に参戦している。1163年9月にエルサレムをアモーリー一世はスエズを越境しファーティマ朝地下のカエジプトに侵攻した。しかしちょうどナイルの増水の季節とぶつかったためファーティマ朝側は堤防を切ってナルデルタ東部のビルガイスに足止めさせ十字軍は侵攻を断念して撤退した。この1163年に ファーティマ朝内部の清掃に敗れ最小職を追われた、上エジプトの内部、君主の地方代理人イコール総督職であったシャーワル、シャーウォーなる人物が、ヌールッティーンのダマスクス宮廷を訪れ援軍、要請を求めてきた。ヌールッティーンはこれをエジプト介入の後期と捉え、シールクーフにザンギー朝のシリア軍から、エジプト派遣軍の編成をした。これが、ザンギー朝のヌールッティーンによる、 第一回のエジプト遠征となった。この時サラディンは、叔父の幕僚として参画し、エジプトへ同行した。サラディンは当初エジプト遠征に参加することをひどく嫌ったようで、シールーフの再三の説得によって、同行を承諾したと伝えれている。1164年5月にシールーフ率いる、派遣軍はエジプトに到着。シャーワルは、最小職に復権した。 しかし、派遣軍によるエジプトの占領を恐れた、彼はエジプトからの退去を強いるクーフラに要求し、さらに密かにアモリー王に援軍を求めた。派遣軍はビルバイスで足止めされ、市街近郊に迫ったエルサレム王国軍とファーティマ朝軍に包囲されるに及んで、身の白金の支払いと引き換えにエジプトら退去することとなった。 くして最初のエジプト遠征は完全な失敗に終わった。はかばかしい成果がなく軍が撤退したためサラディンの活躍は伝えられていない。シール・クーフはシリアに帰還すると雪辱を果たすべく直ちに再度の遠征の準備を始め、ヌール・ティーンもこれに協力して新英軍の一部を割いて12000機の遠征軍を組織した。ただしこの数字は アイユー部長時代のシリア軍団のイクターの樹液資料の規模からすると多少の誇張が含まれていると思われる。1167年初めにシールクーフ率いるシリア勢の第2回エジプト派遣軍がダマスクスを出発。シャーワルはこの方を聞くと、直ちにアモーリー王に再び援軍を要請した。シリア軍とエルサレム王国軍はほぼ同時にエジプトに到着したようで、 エジプト軍とエルサレム王国軍は連合して、シリア軍を攻撃した。この戦いは上エジプトのバーバインにて行われ、激闘の末シールクーフ期下のシリア軍が勝利した。この戦いの後、シリア軍への支持を表明していた、ナイルデルタ西部の主要都市アレクサンドリアへ駐留した。シールクーフが上エジプトへの偵察業に出ていた感激をついて、 エジプトエルサレム王国連合軍がアレクサンドリアを包囲攻撃した。サラディンはアレクサンドリアの守備を任されていて、この攻撃に対して3ヶ月間耐え切り、連合軍側と交渉して、外国軍勢はエジプトから撤退するとの協定を結ばせることに成功した。こうして、第二回エジプト遠征も何らの成果を上げられずに、シリア軍はダマスクスまで撤退することとなった。 このアレクサンドリア包囲戦での活躍がサラディンの最初の歴史的軍港となった。1169年におじが退職官であったことが原因で死ぬとその軍権を引き継ぎ、さらにファーティマ朝の最小にも就任してエジプト全土を掌握すると同年に IU 部長を創設した。1171年にカリフ・アーディドが四次を設けぬ。 まま病没したことによりファーティマ朝が滅亡した。事実上、大国エジプトを完全に支配下に置いたサラディンであったが、主君、ヌールティーンから領土的野心を疑われ、この頃から両者の関係は急速に悪化し始めたようである。ヌールティーンは再三ダマスクスへ帰還するよう勧告を行っているが、サラディンは理由をつけて、これを幾度も誇示し続けついに応じなかった。 この時期にサラディンは、ファーティマ朝時代のシーアハイロを払拭すべくダールアル、イコールイルム、知識の家を解体してその蔵書を売り払い、アッバース朝カリフとヌールティーンの名を刻んだ顔、鋳造し、太とを唱えさせるなどして、スンナ派政権として、ヌールティーンへの基準を重ねて表明した。またその一方で1174年2月アーニノを、イエメンへ派遣して、これを征服させている。 これは、関係が悪化した、ザンギー家との海戦を予期し、エジプトを追われた場合のアイユーブ家の避難所とする、目的で征服したのではないかと考えられている。これ以降ラスール朝が勃興するまで、イエメンは、アイユーブ長の領土となる。ヌールティーンはこれら、サラディンの行動を利反、敵対行為として許さず、エジプトへ申請を自ら起としていたようだが、 その矢先の1174年5月に、ダマスクスで病没した。ヌールッティーンが没すると、その幼い息子サーリーフが即位したが、ヌールッティーンの老いで女性でもあるモスルのあたべく、サイフッティーンガーズイ二世が、アレッポ近傍まで、軍事進出してた。さらに、エルサレム王国などの十字軍勢力もこの機会を、逃さず、積極的に、ダマスクス周辺へ進行し、 シリア周辺はにわかに情勢が流動化した。7月末にサーリーフがアレッポへ入場し、サイフ・ティーン・ガーズイーも新調作を取ってアレッポ征服を断念してシリアから撤退した。ところがアレッポのザンギーやサーミールたちは、非護を受けていたサーリーフを見限ってサイフ・ティーン・ガーズイーと協定を結び、ダマスクスに対抗しようと画策したようである。これに焦ったダマスクス宮廷は、 サーリーフへの擁護を表明していたサラディンに援軍を要請してきた。かくしてサラディンはこの機会を得て、シリアへの申請、同年10月末にはダマスクスに無血入場を果たした。運よく、アモーリ王ーが休止してボーダン4世が即位したため、エルサレム王国軍も撤退した。サーリーフへの親入表明とダマスクス宮廷と、そのアミールたちとの和議及び説得を試み、 さらにこの地域でのイクターの再分配を行っている。サラーフッティンは数年ぶりにダマスクスへ帰還し、エジプトに加え、ダマスクス周辺のシリア南部を接収することができた。このようにしてサラディンはシリア方面に領土を拡大し、イクター地や騎士などの諸軍を整備して王朝の軍事力を高めた。そして1187年、それをもってエルサレム王国を攻撃し、 5月にクレッソンセムの戦いでテンプル、セイヨハに両騎士団を殲滅し、7月にヒッティーンの戦いで十字軍の主力部隊を壊滅させた後、エルサレムを同年10月までに奪還することに成功した。この時、サラリンは身の白金を払えない捕虜まで放免するという寛大な処置を示している。しかしそのため、1189年にヨーロッパ諸国は、 エルサレム奪還のために、イングランド王、リチャード一世紀などの第三回十字軍が侵攻してくることになると、悪ンを奪われ、アルスフ、ジャッファの戦いで、リチャードに敗北を起するが、エルサレムを守り切ることに成功する、双方疲弊した結果、リチャードが裏で進めていた和平工作に乗り1192年、十字軍と休戦条約を結ぶことにしたのである。 この結果海岸沿いに十字軍勢力を残す結果になる、またエルサレムへのキリスト教徒の巡礼者を認めることに合意した。翌年サラディンはダマスカスに手拍子した。若年時から文と共に誉れが高く出世して職責が高まると共に贅沢をやめるなど気を読むことに長けていた。当時のイスラーム君主の常として少年を愛したことでも知られている。 かつて、エルサレムを占領した第一回十字軍は捕虜を、皆殺しにし、また、第三回十字軍を指揮した、リチャード一世も身の代金の未払いを理由に、同様の虐殺を行った。しかし、サラリンは、敵の捕虜、身代金の有無にかかわらず全員助けている。彼は、軍事の天才であるが、このような寛大な一面もあって、敵味方を問わずにその人格は愛され、 現在まで英雄としてその名を残しているのである。捕虜を助けたことに関して、次のような逸話がある。サラディンが、身の白金を支払わない捕虜の扱いに困っていると、彼の弟、後に四代目スルタンとなった、あるイコールアーディルが捕虜を、少し自分に分け与えるよう進言した。サラディンは訳を尋ねるが、弟は答えず、彼の言う通りに捕虜を与えてやった。すると、弟は、 自分のものだからと言ってすべて解放してやり、こうするのが良いのだと兄に言った。喜ぶ兵士たちの姿を見たサラディンは捕虜を殺さない、ことを決心したという。また、病床にあるリチャード一世に見舞いの品を送ると、敵に対しても懐の深さを見せている。その寛容さは名声を高めたが、しばしば不利益となっても現れた。興軍の際に、 途中で立ち寄った村の村人たちに軍事費の一部を分け与えていたため、彼の兵士の多くは軍事費を自腹で用意しなければならないほどであったという。資材も常にそのように用いたため、サラディンの遺産は自身の葬儀代にもならなかった。また、ハッティンの戦いでティールに追い込んだ首相バリアンに対し、当初は武装解除を条件に脱出を許可していたが、所感で、 エルサレムの指揮権を壊れるとこれを認めて入場させ、エルサレム攻略戦での苦戦を招いている。上記のような、寛容な逸話が多いが、無条件に甘い人物というわけではなく、中でもたびたび休戦協定を破って、対象を襲ったルノード土ャティオンに対する怒りは大きかった。ハッティンの戦いでルノーを捕らえた際、彼と配下の騎士団員を一人残らず処刑している。 前述の弟の寛容さに関しても、必ずしも同意ではなく、悪根で捉えた聖職者を自分に無断で解放したには罰を与えている。これは、アラビア語人名の表記方法上の問題である。の形態素に区切ったローマ字転写はである。この、ある、寺院を、それぞれの要素を明確に表記するとサラーフワル、イコールディーンである。しかし、生息アラビア語、 フスハーの発音規則に従うと、低感しあるマイナスは、交接する音が特定のシーンの場合、そのシーンは二重シーン化して、あるマイナスのマイナスリットルマイナスはこれに同化される特徴がある。これに従うと、あるジーン、あるイコールディーンの部分は、アドジーン、アイコールディーンと発音、表記される。また、古藤の母音は、文頭以外では脱落するので、あるマイナスの A、 マイナスも発音が省略される。これらのために、は、実際には、一つながりで、サラーフティーンと発音されるのだが、常実の事情により、サラーフ、ある、ディーンをそれぞれつなげるか否かによって、サラーフあるイコールディーン、サラーフアイコールディーン、サラーフティーンなどの表記の違いが生じている。シリアで流通している200シリアポンド紙幣には、1993年が、 サラディンの没後800年にあたることを記念して、ダマスカス市内に建てられたサラディンの騎馬像が描かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。